はい、毎度始まりました、たけし先輩です。今回はですね、僕が普段バイクで身につけている、そうですね、最近ちょっと着てなかったんですけど、ライダースジャケット、革製品ですね、牛革のステアハイトの、ライダージャケットの手入れをしたいので動画をにしてみました。まず今手に持っているのがうまけブラシ、はい、こちらうまけのブラシですごく柔らかいです。革製品にはね、できたらね、あのブタ毛でもいけんことないんですけど、できたら革を傷つけたくないという意味でうまけのブラシを使ってください。こちらはですね、メイドインジャーマン、ドイツ製のうまけブラシです。でこちらはですね、タラゴのミンクオイルです。ラナパーも持ってるんですが、今回タナゴをまた使ってみようと思って買ってきました。こちらなかなか人気あるんですよ。結構ね、このタラゴオイルね、あのハンネリ、固形に近いハンネリなんですが、結構防水効果もそこそこ期待できて、なかなかいいオイルです。でタオル用意してください。拭き取り用と塗る用のタオルを2枚用意してください。まあ、手で塗る人も多いです。手のひらにべったりつけて塗る人も多いですが、今回あえて僕ね、タオルで塗ります。で、細部、小さなパーツね、ポケットのとことかは、指につけて塗っていく方法があります。僕昔からね、細かいところは指につけて塗るようにしています。はい。で、まず最初にね、ブラシで汚れを取ります。で、こちらなんですけどね、結構ね、前回オイル塗ってから着てなくて、それほどね、汚れはついてないんですけど、一応ね、クローゼットにね、まあ、中に入れてても、クローゼットにしまってても、やっぱりホコリとかつくので、まあ、一応、うまけブラシで落としていくと。はい。で、まあ、本当のことを言えば、ハンガーに吊るした状態で上から下へ落とすのがいいんですが、今回ちょっと動画に吊るんでね、このようにしました。で、下にね、ビニールシートを敷いていますが、ミンクオイルを塗った時に床とかを汚さないように結構ベタベタして滑るんでね、ブルーシートを置いています。それとね、間違えても、新聞紙は敷かないでください。新聞紙を敷いてる方いてびっくりしたんですけど、新聞紙でやると、汚れが映ります。で、今、ファスナー開けましたけど、背中にもこれファスナーついてるんですが、これ、実は何かといえば、ポケットではございません。エアインテーク言うて、ジャケットの漏れを走行中にね、ここを開けてたら、走行風がね、突き抜けて、なんていうかな、涼しくなると。漏れないと。結構これ、革厚いでしょ。これね、結構重いんですがね、結構立体的な作りで、着てしまえば軽いんですよ。ただ持ったらかなり重たいです。で、革が結構分厚いです。はい。で、これもう買うてね、だいぶなるんですけども、もう6年かな。6年かそこらなるんですけどね、なかなか丈夫な革でね、いいです。当時そこそこ結構ええ値段で買ったのを覚えてます。まあ、お値段のこと言ったらちょっといやらしいんで言いませんけども、ですね。中粉になってます。キューティングのね、インナーがついていて、これが、脱着可能となっております。それを取ったらね、レーシングスーツと同じようにメッシュ素材となっております。はい。で、これね、肘にパッドが、外付けのパテットがついてます。あと、肩にもパッドがついています。はい。で、胸プロテクターは僕、胸につけてから着るので、で背中、バックには、脊髄プロテクターが入っています。はい。大体落とせたので、そろそろミンクオイルを塗ろうと。まずパッドのとこへ塗ってね、半分塗ってみましょうか。どんな感じになるか。まあ、半分塗っても、まあ、わかると思うんですが、見比べてもうたら、塗ってるとこと塗ってないところを見比べたら、色が全く違うと思います。色が鮮明というか、はっきりした黒になってると思われます。で、これをね、塗ることで何がいいかといえば、革っていうのは、牛革はね、手入れしないと、実は牛革はね、一生ものとか言われています。確かにね、河川のものに比べたら、非常に長持ちするんですが、それは手入れをしたらの話です。こうやってね、油分を与えることでね、ひび割れとか、硬化することを防ぐことができます。ひび割れたりしたら穴とか開きやすくなるので、
で、これ今指を今つこうとやってるでしょ。これね、縁ですね。ここはバイクのジャケットってここね、よくね、擦れるんですよね、グローブとかに。で、色がむけてきたりするので、この部分を結構ね、ミンクオイルを塗り忘れっていうか、塗り、見落としがちなんですが、こちらは指でやったら塗りやすいです。で、内側の皮、内側にも皮を折り込んでるところがあって、そこも指で塗っていきます。はい。縁の縦の、マチの部分ね、マチの部分も指でやっていきます。はい。ちょっと黒々としてきましたね。で、こちらは指で、なんか、すりつける感じですね。で、ちょっと余った、出っ張ったミンクオイルをタオルで引いたり。で、ここにもポケットありますよね。ここもちょっとタオルでは塗りにくいので、指で塗っていきます。こういう感じで。うっすらでいいんですよ。あまり多くつける必要はないです。うっすら塗って、ここでミンクオイルちょっと塗りすぎたなぁ思ったらタオルで拭いてもらってと。で、袖からね、手通して、ちょっと押さえて拭くという方法もあります。まあね、こうやって手入れしながらね、まあちょっとお話しさせてもらいますけど、皮はね、やっぱりね、何がいいかと言ったら、例えば転倒した時に擦過傷、ね、擦過傷とかを、なんていうんかな、和らげる、そうですね、皮膚がズダズダになって、結構ね、擦過傷になった傷口って砂とかも入ってきたりするんですよ。それを防ぐ効果もあって、本当にね、皮というのは安全面で考えたら非常にいいと思います。この動物の皮。あと羊皮。ラムレダーとかっていうのもあるんですが、ラムレダーよりね、やっぱ強度はやっぱりこういった牛皮のこのステアハイドとかがいいと思います。やっぱ強度とかね、引き裂き強度とかに関しては、やっぱり皮に勝るものはないなと思います。でも最近ね、河川、ナイロンね、燃えにくい素だね、素材になってる、僕、シンプソンのとか、ベリックのを使ってるんですけど、最近はね、皮以外でも河川のね、化学繊維ね、ジャケットも良くなったなと思います。プロテクター入りのやつね。で、今、こうやって、磨いてますよね。脇のとこね、ここの脇のとこもね、ちょっと塗りにくいんですよね。実はね、袖の部分がね、一番ね、こうカーブを描いてる部分が一番オイルをね、塗布しにくいんですよね。ですね、真正面の、なんていうんですかね、あと背中と正面の部分の、まあ胸とかお腹の部分ってすごく平ったくて塗りやすいんですよね。でもこの一番ね、袖のね、こうカーブしてるとこね、非常に塗るのがね、塗りにくいです。すると、バイクのこの革製品っていうのは、普段着る、なんていうかな、革のジャケットと違って、分厚いです。全く作りが違います。立体的にできてます。それと袖をね、長めに作ってます。バイクというのは特に、前傾姿勢のバイクやったら、袖が長くないと手首丸出しになるのでね、寒くなります。で、やっぱりね、革の製品というのは、よく、あったかいと思ってる人いるんですが、あったかくはなりません。表面もすごく冷たくなります。何かと言いましたら、防風性。風をね、通しにくい。通さないと言っていいんですかね。河川に比べたら、最近の河川もね、穴取れないんですよ。よくできていて、風を通さないんですが、革に関してはね、風をシャットダウンしてもくれるというので、非常に重宝しています。それと、乗った時のね、ライディングポジションがね、革の製品って取りやすいですね。今僕、革のジャケットは3枚ですね。カズヤの入れて持ってるんですけども、あまり最近着なかったですね。最近はなんか河川のが、やっぱり、カジュアルな感覚で着れるっていうのかな。でも、革製品は僕着なくても毎年ね、全部出してきて、ミンクオイル塗っていっています。で、もう一着持ってる、今度紹介しますけど、カドヤのはね、
ハードステアというてね、直立する革なんですよ。これは立ちません。柔らかいので。あっちに関してはね、もう本当に鎧を着てる感じになります。ものすごい迫力あります。こうやって今ね、磨いてますけどもね、あまりね、思ったより、もっとね、久しぶりに出したら、オイル乾いてるかなぁ思ったけど、結構ね、やっぱり、1年間金と放置してたんやけど、思ったほど、ひび割れもなかったし、綺麗な状態やったなと思います。やっぱり普段手入れすることが大事なんですね。以上です。最後まで見ていただいてありがとうございました。